ドゥイエチョプは、クロアチアビンコブチ出身のプロサッカー選手。ディナもザグレブ所属。ポジションはフォワード。2007-08シーズン、17歳で、プロ契約を締結。プロ初年度は15試合で2得点を記録した。2008年7月、ポルトガルの CD ナショナルに移籍。加入後出番は、全くなく、2009年1月24日の、スポルティング CP 戦で、 ようやく移籍後初出場。4月6日のリオアベフシー戦で、初ゴール。2011年7月、RNK スプリトに四4年契約で移籍。UEFA ヨーロッパリーグ予選の NK ドムジャレ戦、ファーストレグで、初出場、初ゴール。セカンドレグでもゴールを挙げた。2012年6月、昨年ドリーグ王者のディナモザグレブに移籍。 UEFA チャンピオンズリーグ2012から13予選 FC シェリフティラスポリ戦で初出場、初ゴール。プレイオフの NK マリボル戦でもゴールを挙げた。グループステージでは全6試合に出場した。2013年2月18日の NK ディエカ戦で自身初となるハットトリックを達成。 2013-14シーズンのリーグ戦で22ゴールを上げ得点王を獲得した。2015年1月11日、カリアリカルチョに移籍。3日後のコッパイタリアパルマ FC 戦で移籍後初出場。1月24日の US サスオーロカルチョ戦で移籍後初ゴール。4月26日のアクフフィオレンティーナ戦では2ゴールを挙げた。 2015年7月16日、マラが CF に2015の16シーズン終了までの契約でレンタル移籍。8月21日のセビージャ FC 戦で移籍後初出場。12月13日のラージョ・バジェカーノ戦で初ゴール。2016年夏、スポルティングで基本にシーズン終了までの契約でレンタル移籍。 12月26日のレアルマドリード CF 戦では PK を失敗、チームも1から2で敗れた。2014年9月4日にクロアチアで開催されたキプロス代表との親善試合で後半途中にルカモドリッチと交代試合代表初キャップを記録。UEFA ユーロ2016予選ではブルガリア代表戦、UEFA ユーロ2016本戦ではスペイン。 代表戦に出場した2016年11月15日に開催された北アイルランド代表との親善試合で初ゴール。ありがとうございます。